よいです,です、ね、今回は、後楽園の答え合わせですね。で、えっ、ー、と、まず第1試合、クネスサチホコを一緒使いウォーカー対ガンマ問題銃一試組ですね。予想では9分12秒クネスが光るまで問題銃から取るという予想だったんですけど、えー、と結果が8分5秒でシュがムーンー一緒にから取るという形になりましたね。<laughs> ここはまあ予想が外れしまいましたね。じゃあ第2試合が UT 対吉田で、えー、予想が6分21秒 UT がパッションで吉田から取ると。 いうふうに予想したんですけど、7分15秒で吉田がバーボムで UT から取ると。うん、ここもちょっと外れてしまいましたね。はい。で、最試合目が、えっ、ー、と、最良市川対高木パンチ。で、10分3秒で市川が稲葉ウアージャーマンでパンチから取ると予想しましてね。そして、えっ、ー、と、結果が11分20秒で市川が。 ね、取るとこれはもうドンピシャでしたね。でね、高木がツイッターとかで散々言ってたんですけど、お笑いになんとか対応しましたね。うん。結局対応できるんやっていうね。<laughs> はい。そして代表者は山戸洋介さんとも田で春木 KG 組と。で、13分16秒で KG が使ス,スクールボーイで山戸から取ると予想したんですけど、13分11秒で KG が使ス,スクールボーイで山戸から取ると。これはもう完璧で5秒違い。 5秒早かったら完璧に当たってたっていう感じでしたね。まあ、なんかヤマトは何か小楽園負けてるっていう印象がありますね、最近は。そして、第5試合、吉野弁慶リー対堀口、持月かけ取ら組ですね。予想が15分23秒で、吉野が十字固めで堀口から取るかなと思ったら、13分19秒で堀口がバックスライドで弁慶から取ると。 いう風になりましたね。そして第6試合、カンダ・リンダ対、えー、チャ、カンダ・リンダ、表富士、ティーォーク対、清水、エイタ、とイ、コことス進むのとイダーですね。えっ、ー、と、結果が22分32秒で、ティーークがケルベルスでコとカが取るという予想だったんですけど、24分1四秒で、リンダが、えっ、ー、と、ジャーマンでコとカが取ると。これは、えっ、ー、と、エータが、えー、コトカに、トランスキックを打って、で、ティーークの、じゃ、カンダのジョンウ、ティーークの B、ティーボムで、最後にリンダの、 ジャーバンでことかが取ら,られるという形になりましたね。で、ですね、えー、っと、そう <laughs> やな、結果的には、うー、としみず、そうやなマ、マキシマム対、マキシマム対っていうかね、ゆゆくきき見たら、元ベルセレク、現ベ,ベルセレクメンバーがね、カンダ・リンダ、ティ・エータ、どういうことかと。うん 1,2,3,4,5,6人もおるんかなっていう結構ね、偏った感じ。まあ、元ベルセルクって考えてただけですけどね。入れたらってだけですけど。まあ、最後はエータがあの女王とかで取らず聞くっていうパターンで、試合がよく決めるというか、大きく動いてっていうパターンでしたね。で、いよいよまあ、そうですね。明日は後楽園ということで、まあ、後楽園の予想動画も上げるんですけど、えー、採用対捕に進む続きやな、ドリームか ま楽しみではあるんやけど、なんかまだ結構チケットが残っとるみたいなね。僕ちょっとあの、予定がうまいこと合わずに行けないんですけどね、福岡には。なんで、まあ、ちょっと後々を見るっていう形になるのかなうん、なんで、どうなるか楽しみですね。見に行きたかったんですけどね。どうしても都合がつかなかったっすね。はい、ということで今回はこの辺で言われて、まあ、 次回というか、まあ、これのすぐに、まあ、多分、福岡国際センターの予想動画も上げると思うので、えっ、ー、と、まあ、それの動画を見てくださいという形ですね。あと、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとね、リクエストのコメントとか、あと、あと、まあ、自分は、ね、この試合こういうのが良かったでしょっていうコメントとかもよろしくお願いします。